想像してみましょう。あなたが住んでいる家の場所に新しいショッピングモールが建つ計画が持ち上がるんです。そして家の立ち退きには高額な立ち退き料が。あなたなら立ち退きますか？ところが今回ご紹介する家主たちはそんな立ち退きに対してみんな口を揃えてこう言ったんです。おととい来やがれ。1. 通れるもんなら通って見やがれ。落葉市中国。正直なところ中国には変な家がたくさん建っているのでどれが一番奇妙奇烈な家かを決めるのは難しいところでしょう。このような家は打っても打っても引っ込んでくれないような様からネイルハウスと呼ばれています。この今にも壊れそうな3階建ての家はその最たる例。辺り一帯に建つ最後の家となっています。しかもこの家新しく作られた道路の真上に建っているのだから驚き。なんでも立ち退きの際に支払われる立ち退き料に満足いかなかった家主がいつまでもそこで頑張っているのだとか。この鋼の意志で居座っている家主は政府にさらなる金額を要求中。運転手の皆さんは夜間の走行にお気をつけください。 2. 真ん中は譲らねえぞ。甲州市中国。この2軒の住居は一帯に必要な橋を架けるため取り壊しになる予定でした。計画では新たに開通したトンネルへ向けて高速道路を伸ばすはずだったのですが、お金を受け取った建物の住民のほとんどがすでに移住しているにもかかわらず、そこに住む3世帯は未だ立ち退きを拒否しているんです。建設会社はこの2つの建物を避けるようにバイパス道路を作るほかなく、住み続けている家族のために防音壁を建設する必要にすら迫られてしまいました。ちなみに住民は立ち退きに同意すればやっぱりお金はもらえるんだそうですよ。経過を見守るとしましょう。 3. 鉄の医師エディス・メイスフィールドさん、シアトル・ワシントン州。2005年、シアトルのバラードはかつてない急成長を遂げていました。そんなわけで辺りにはアパートやマンションショッピングモールが次々と建てられていったんです。そんな時、土地開発業者はある女性に彼女の家の地価がおよそ1200万円であるにもかかわらず7500万円の立ち退き料を提示していました。それだけの大金が積まれた理由は、情緒ある2階建てのこの家の建つ一角にショッピングモールを建てる計画があったから。ところがこの家主のエディス・メイスフィールドさんはかれこれこの場所に50年間住んでおり、今さら立ち退くのは嫌だと主張。なんとこの大金を突っぱねてしまったんです。それでも簡単に引き下がらないのが開発業者。彼らはモールを作る計画をそのまま決行。結果、エディスさんの家を取り囲むようなショッピングモールが出来上がりました。また建設計画はエディスさんが立ち退きを後から承諾してもモールの建設に支障が出ないよう建てられました。最終的に業者は1億円以上の金額をエディスさんに提示し、今現在の家に似た別の家を探し、さらにはエディスさんの医療費も全額負担するという条件を提示。それでもエディスさんはこの申し出を丁重に断ったのだと言います。エディスさんは自身が住む場所にショッピングモールが建つこと自体には反対ではありませんでした。ただ単に今住んでいる場所を離れたくなかったんです。立ち退き云々を除けば彼女はいつでも来客があるその状況を楽しんでいました。特に建設チームのまとめ役だったバリー・マーティン氏とはとても良い友人となったんだそうですよ。この男性はエディスさんの元を何度も訪れ、様々なミーティングへ彼女を連れて行き、彼女のために買い物もしていました。エディスさんが2008年に亡くなった後は彼が彼女の家を相続しました。そしてその家は未だその場所に立ち続けているんだそうですよ。 4. これぞ夢の天守閣。重慶市中国。重慶市のこのネイルハウス、中国でも最も有名な家となっています。2004年にこの一帯に住んでいた280世帯は新しいショッピングモールの建設のため立ち退きを依頼されました。通例として建設業者は1平方メートルあたり18,000元、つまりおよそ27万円の立ち退き料を提示。ところがレンガ造りの2階建てに住む2人の住民は首を縦には振りませんでした。お二人は昔から建つ木造の家をリフォームし、家にはかなりの投資をしてきていたんです。実際この家はかなりの歴史を持っていました。最初は雑貨屋だった家は次にはレストランになっていました。まあさておき、周りの住民が立ち退く中、二人は居座り続けました。
建設のために周りの地面が掘られた結果、夫婦は穴の底から17メートルも上に住むことになってしまったんです。裁判所からの立ち退き命令も拒否している家主たちは、市から電気と水の供給を断たれましたが、それでもひるむ2人ではありません。主人が家に居座る間、妻は水や食料、医療品や毛布を買い、それをロープでこの小さな要塞へと運び入れていました。結局2007年に2人は根負けし、重慶市のダウンタウンにある似た大きさのマンションへと移り住みました。並々ならぬ精神力だったと言えるでしょう。5.1 億円の交差点、ニューヨーク、ニューヨーク州。ニューヨークに行ったことがある人はメイシーズヘラルドスクエアの大きな赤い買い物袋をご存知でしょう。ところがこの看板、メイシーズとは関係のない建物を隠す目的で建てられていたんです。そのストーリーを見ていきましょう。1890年代、メイシーズはブロードウェイと34番通りとに移動することになりました。このデパートには密かに拡張の計画も持ち上がっていました。そんなわけでメイシーズのオーナーはアルフレッド・デュアン・ペルと、彼の持つ敷地およそ100平方メートルを2500万円で購入する口約束を交わしたんです。ところがシーゲル・クーパードライグッズストアがこの購入計画を聞きつけ、ペルさんに同じ場所を3750万円で購入する条件を提示します。そりゃ高い方がいいに決まってますから。というわけでペルさんはそっちに土地を売ってしまったんです。シーゲルはそこに12階建ての女性服専門店を建設することを画策。ところがそれだけ狭い場所にそれだけ高い建物を建てることはできませんでした。それでシーゲルはこの土地をメイシーズに渡す代わりに、メイシーズが元あった6番通りと14番通りの土地を受け取る交換条件を提案。ところがメイシーズはこの条件を断り、その土地周辺を取り囲むように20万平方メートルのデパートを建ててしまったんです。1903年にはこの場所は5階建ての建物に建て替えられ、1911年にはシーゲルが土地をその場所に支払われた過去最高額で売却。そのお値段なんと1億円。これは 0.1 平方メートルあたりのお値段が8万円を優に超える計算になります。全ては場所が大事ということなんですかね。開発のために家を立ち退かされる人の立場に立ってみれば、これは結構たまったもんじゃない話ですよね。また立ち退きとは関係がありませんが、他にもユニークな家を見ていくとしましょう。ドリナリバーハウス。セルビアのバジナバスタではドリナ川のど真ん中の岩の上に小さな家が建っています。物語は遡って1968年、10代の若者たちが泳いだり日光浴をしたりするのに最高のこの岩を痛く気に入り、その上に小さな家を建て週末の隠れ家として使っていました。その建設のため彼らは建材をボートやカヤックで運搬したと言われています。大きな建材は水の中に投げ入れ、岩の上に引き上げることもしていました。現在ではこの家は観光スポットの一つとなっています。もっとも今現在建っている家は当時のものとは違っています。予測不能なドリナ川の流れは家を過去に6回も押し流してしまっているんです。その度により強固な家が岩の上に建てられていってるんだそうですよ。ケレットハウス。皆さんは閉所恐怖症だったりはしませんか？そんな人は世界で最も細いこの家を買ってはダメ。ポーランドワルシャワにある2つの建物の隙間に収まるこの家、横幅は狭いところで1メートル、広くても 1.5 メートルしかありません。家の鉄骨は2つの階を支えており、典型的な家と同じくキッチンにバスルーム、リビング、そしてベッドルームを備えています。近隣の建物から電気も供給され、独自の水システムが市が供給する上下水道を利用することなく働きます。この家、ポーランドの建築基準を大きく下回る細さのため、公に家と呼ぶことはできず、アートのオブジェという扱いになってるんだとか。皆さんはこの他にも奇妙な家を見たことはありますか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイトのチャンネル登録もお願いします。